ともと私たちは、セラピストスクール、セラピストを生むスクールを、やっておりました。震災をきっかけに卒業生を中心に、ボランティア活動、マッサージや、色彩心理療法を中心に心と体のケアを、目的として活動を今日までしてきております。石巻地区、七ヶ浜地区、西地区、それから仙台を中心に、現在は10名から15名の、メンバーで活動しています。マッサージをして、ここで5分でも10分でもリラックスして眠っていただいたりとか、あとはここでマッサージを受けた日の夜はぐっすり眠れるっていう、そういう声を聞いたことがあったので、やっててよかったんだなっていうふうに思います。すごく天国に行ったみたい。無事でほら家族が多いからね、孫たち学校に行った後にちょっと贅沢、おばあちゃんのご褒美に。とても注文強くてよかったなと思っています。足の方を揉んでもらうと冷たくなっているのが温かくなってくるね。心をなかなか、閉ざしていらっしゃる方が多いので、体に触れることでたくさんの方と、親密な話ができて、その方のカルテを作らせていただいて、1ヶ月前、1ヶ月後どんな状況だったかを、私たちが把握できるようにしております。今回のドンズの NPO 団体アルシェノバさんとの、共同プロジェクトで、被災地で、女性の方に雇用を生もうというプロジェクトがスタートしています。実際に8ヶ月間のプロジェクトなんですけど、我が校で、技術資格を取ってもらって、現場研修を得た後、独立もしくはサロンで働いていただくというプロジェクトが10月中旬からスタートしています。 I'm a member of Arche Nova, a German, disaster relief organization. We are financially supporting projects in Japan. I think, Dolphin Dream does a pretty good project because, they help women in the disaster area, to make an independent living after they get an education as massage therapist.被災地で、皆さんがもう大丈夫だよと言ってくれる一言が聞けるまで一緒に歩いていく、皆さんが仮説を出るまでお手伝いしていきたいなというふうに思っています。